こんにちは。今日はですね、3.5 インチ、3.5 型 SATA ハードディスクケース USB2.0 接続の紹介です。3.5 インチのハードディスクの外付け用のケースですね。はい。クロート志向。はい。あまりよく分かってないんですけども、 Amazon で非常にこう評価が高かったのでこれにしてみました。ね、クロート志向前も買ったことあると思うんですけどね、有名ですよね。はい、開けてみたいと思います。あ、その前にパッケージがこんな感じですね。ちょっと見にくいかな。はい、こんな感じです。開けてみます。これが説明書マニュアルで、本体ケースでアダプター、なんかネジで、これが立てるやつですかね、スタンド。これは USB ケーブル。はい、以上です。これですね、確か色が2色あったんですね。シルバーとブラック。以前、これ似たようなケースのブラックを買ったんで、今回はシルバーにしてみました。はい、ケースですね。結構ね、アルミかなアルミボディですね。アルミボディとか触った感じひんやりとしてすごく金属っぽいですね。というか金属ですね。はい、こんな感じです。意外とメタリックというかね、キラキラして綺麗な感じで、値段がね、送料2880円でしたけども、その割にはすごく質感がいいなという感想です。ここですね、ここにハードディスクを挿してガチャリとよいしょ、いく感じですね。でここをネジで留めると、ね、先ほどのこのネジで留めるという感じです。非常にシンプルですね。はい、そんな大差ないのかな。ハードディスクケースね、そんな大差はないと思いますが、はい、こういった感じでございます。結構黒が多いと思うんで、シルバーかっこいいかなと思って買ってみました。はい、以上。品番も言ってなかった。以上、黒蔵っていうのかな、はい、の、ハードディスクケース、品番が GW3.5AA の SU にクロームシルバーです。一応明細もこんな感じです。1880円でした。